ないですか。はい、7月8日の民主主義緊急事態宣言を今から始めます。今日はお暑いところをお集まりいただきましてありがとうございます。本日はですね、斉藤雅史さん、選挙プランナーで、選挙プランナーじゃないですか、ボランティアですよ山本太郎議員はですね、あの三宅洋平さん、あと、まあ、菅直人、総理大臣をプロデュースされた、方ですね、市民派選挙の神様と、言われている方なんですけども、今回は、まあ、斉藤さんが今その選挙法違反で、有罪を不当なですね、選挙法違反で有罪を、宣告されていまして、でそのことと、あと、まあ7月11日に施行される共謀罪の関わりについて、お話を、していただきます。まさに現在ですね、7月11日に民主主義、共謀罪が施行されるというのは、民主主義の危機に今直面しているということをですね、今日は伝えていただきたいと思います。どうもよろしくお願いします。こちらこそ、はい、今日は斉藤さんがゲストということなんですが、この、共謀罪、今まで日本の法律がいろいろありましたけれども、その中でも一番早いスピードで、施行が、決まるということで、もうすぐ来週の火曜日11日に施行ということになります。でこれが施行された後はどういった、状況が起こるか、想定されるのかとか、そのために気をつけなきゃいけないこと何なのかとか、でも逆にこう活動を萎縮せずちゃんと発信を続けていくことが一番いいんじゃないかとか、まあいろんなことを斉藤さんの、長い、選挙ボランティア体験からお話をいただけたらと思います。今日はよろしくお願いします。じゃあそのなんかいいなんか、先生、皆さんこんにちは、お邪魔します。斉藤雅史と言います。今日は増山さんと、それから小野さんがこういう、小村さんがこういう企画していただいて本当にありがとうございます。お二人の企画なんで、今日あんまり喋ったことのないことを含めて思い切って喋ろうと思ってるんです。結構スクープもあるかもしれません。で別に構いませんので、動画撮っていただいて構いませんし、どんどんお話は広げていただいて、今日は構いません。飲んでないんで、口滑らすことは多分ないと思うので。まさに民主主義緊急事態宣言、緊急事態だと私も思っています。で、もうここに来られた方、こういう話で、もう設置した後、そこの直前になっても今日の、台でですね、集まっていただいている皆さんなんで、もう共謀罪の基本的な問題に関してあまりくどくど私が言う必要はないだろうと思うんですね。で、ということで、ただ一つだけ最初に申し上げておきたいのは、この共謀罪は私とかですね、あとは沖縄の山城さんとか、こういう目立ったその政府にとって、今のそこの政権にとって都合の悪い人たちは、まあはっきり言うと、この共謀罪がなくてももうほぼ24時間365日完璧な監視体制に今までもあったわけです。例えば山城さんがですね、逮捕されるまでには相当長期にわたって彼は監視を続けられてました。だからあれだけいっぱい罪名がついてるわけです。ほんと長期にわたって彼もずっと監視下に置かれてですね、それをフルームで取られたり、メールやりもチェックされたりしてやられてたんですね。だからまあいろいろ凶暴が出てくるけど、私もそうなんです。実はこれもはっきり言いますけど、政権交代をした2009年でしたかね、2009年の8月30日が総選挙の投票日で、この日に政権交代がなったんですけども、
その翌朝、私の周辺に4箇所、いわゆるガサ入れがありました。家宅捜索がありました。でそのうち2箇所はなんと車でした。これは私もあんまり経験がないです。車に捜索令状が出てガサ入れっていうのはあんまりそれまで私も経験も見たこともあんまり聞いたこともなかったです。でそういうことがありました。で、その瞬間にですね、私、俺だと思って実はあの政権交代の前に3月にですね、小沢さんの赤坂の事務所に、小沢一郎さんの赤坂の事務所にですね、ガサが入りましてですね、で小沢さんが狙われてっていうことがあったことは皆さんご存知だと思うんです。で小沢さんが辞めて、それで、夏の選挙に入っていったわけですけども、そういう過程があったもんですから、で私はその頃民主党の人たちと一緒に千葉県の知事選挙をやってて、それに直撃された経験があったもんですから、あ、次は俺かっても直感しましてですね、そのガサが入ったその政権交代の次の日ね、次の日です、まさに次の日の朝です。8月31日の朝、本当に早朝、朝一番で4カ所入りました。でそれで、1ヶ月間もう携帯をするその場で沖縄に置いてですね、1ヶ月間毎日どころを変えながら東京上がってきたんですけど、だから実はあの時一切私は政権交代の組閣とかなんとか一切誰とも連絡取れない状態に置かれたんですね。で、それで1ヶ月ぐらい経って東京の自宅に帰ってみたら、例えば毎日出頭要請っていうのが、それは毎日わざわざ来てるんですね、出頭要請っていうのが入ってきた。でもう政権交代になったし、組閣も終わったしっていうことで出頭要請に応じていったんですね。で形は三鷹署でしたけども、完全に本庁の指揮でですね、100人体制でやってたみたいです。でわざわざ警視庁幹部が記者会見をやってですね、私の事務所に、小島市の事務所にキー局のテレビ班を全部引き連れてですね、ガサを入れるっていうのを組閣の前々日だったかな、ありましたよ、あったようです。それは私もその時は現場にもちろんないわけですけど、で全国ニュースになったということがあったんですね。でその時に出頭していったらですね、こういう机に座ってこう、事情聴取としてやるわけですけど、20センチ以上あったと思います。同じ色のファイル、青いプラスチック表紙がついたファイルを両方にドンと置くんですね、2つで、チラチラ開くんですよ、ってあっち開くとかわざと。でそれは何かというと、片方が私の携帯の通話記録です。ものすごい、もう毎日誰といつ何時何分に誰とどういう会話をしたのか全部入ってるんですね。どういう会話をしたまでが書いてあるんですか。それね、細かく見せないわけ、チラチラとこうやって見せるわけ、わかりますかね。で片方はメールの記録です。で要はその時僕何にもその違法な行為なんか何もないわけで、向こうもその具体的に何かあるわけじゃないわけよ。でも要するに鎌をかけるための材料、鎌をかけるってわかりますかね、この誘導尋問をするための材料としてそういうのをこう見せる。もうみんな分かってんだよと、あんたそのいつ誰と会ったらどこでいつ会って誰とどういうメールか全部分かってんだよってのを見せられてるんですよ。向こうはそれでもう嘘は言えないよと、全部バレてんだから喋っちゃいなさいよっていう、要するにそういう材料のために置いたんですよ。で話には聞いてました、話には聞いてました、全てそういうものはもうお見通しだよということは聞いてましたけども、自分がそれを対象になってて、ここまで全て完全にレコードされてるんだっていうか、いうのは、もちろんその盗聴がされてるってことはもう分かってましたけど、ここまで完全にやられてるんだと、メールもあれもっていうことは、その時に初めて私それ知りました。これ2009年ですよね、だから共謀法なんかないんですよ。スノーデンが警告した通りのことが、そうなんです、実際にそういうことですね。そう、スノーデンの話できたけど、ちょうどその頃彼は横田にいたんです。ああ、そうだ、そうなんですよ。皆さんここにぜひ知っておいてほしいです。津
繋がりました。政権交代前後に下田はまさに横田で工作をしていた、これもぜひ事実なので知ってください。で、まあご存知のように彼はまさに日本のカウンターパートとともにですね、特定秘密保護法を、まあ、プロデューサーしたメンバーの一人ですよね。彼自身がそう言ってるんだから間違いないでしょう。で、彼の証言に関しては彼は確か特犯虐罪だと思いますけども、彼ら重罪が待ってる中であれだけの勇気を払って行動してきたわけだけど、彼の暴露したことに関して言うと、政府はアメリカ政府は一切否定できてないです。これ全事実ですよね。それはなぜかというと、その証拠が明確に彼が把握してるからですよね。で、だから政府も彼の、いろんな暴露した証言や事実に関してアメリカ政府は否定できないんです。で、とんでもないことを実際あの時にやってるわけですよね、スノーデンたちは。これも彼が噂ランデルさんかな、の本の中で出てますけど、オリバー・ストーン監督がスノーデンの映画を作って、あれの日本での公開の時に、オリバー・ストーンも記者会見してるじゃないですか。あの中で IWJ の岩上さんがインタビューしてる時にものすごいことをオリバー・ストーンは語ってるんですよね。これは皆さんご存知かもしれませんねっていうのの情報で、岩上さん IWJ 見てる方おられます？どれくらいおられますかね、そのオリバー・ストーンのインタビュー。そうです、そうです。オリバー・ストーンさんを直接そうです、そうです、インタビューっていうかね、記者会見で彼が質問をしてるんですよ、岩上さんが。オリバー・ストーンの記者会見でその映画 のあれでプロモーションで来た時に記者会見があって、そこで岩上さんが質問してるんですよ。それに対してオリバー・ストーンが答えた中でものすごい、僕はこれは国会で大問題にしなきゃいけないぐらいの大問題だと思うんだけれども、自分たちはもし日米同盟が崩れたら、その瞬間に日本の全ての電源がブラックアウトする、つまり電源全てのですよ、全ての電源がストップするインフォもう仕掛けたっていうことを、スノーデンがオリバー・ストーンに語ってたということを、オリバー・ストーンさんがそこで話をしてるんです。それ映画にも出てますかね。出てます。映画にもスノーデンというオリバー・ストーン監督が撮った映画の中に、はっきりその日本のインフラの電源が全てストップする。それはダムとか、はい、原発とか病院もそうです、ね、病院もそうですけど、そういうものが全てその、まあ、電気で動いてるわけですけど、それがストップするようにもう仕組んであるというふうに言ってます。で、まあ、そこで岩上さんがその全電源の中に原発が入っているかどうかを確認したんですけど、まあ、オリバー・ストーンさんのそのことの回答はそれは自分は確認をしていないというのが回答だったようです。まあ、でも全電源なんだから原発が除かれているということは、まあ普通は考えられないですよね。50億、1メガカガーム、病院からないから、そうです、そうです、はい、だからそれはもう大変なことで、全ての電源がストップしたらどれだけの犠牲者出るか分かりませんよ、うん、全電源ですからね。一つの都市がこういう大都市で全トップしてるブラックアウトする大変なことになるんです。日本の全ての電源がストップされたらもう国民生活はその瞬間にも崩壊ですよ、実際上は。ご存知だと思いますけど、でそういうことが実際に皆さんあったということをね、少なくともスノーデンがそういう証言をしているということを知っていただきたい。つまり2009年の政権交代というのはそれぐらい、まあスノーデンたちの司令塔っていうか、まあ、アメリカ国会の支配者たちと言ってもいいと思うけれども、この人たちにとってはまさに重大な危機だったということなんですね。そういう感を持ってた。この政権交代にひょっとしたら日米同盟の破綻にまで行くのかもしれないっていう危機感を持ってたということです。それで彼らが日本に派遣されてきたわけですよね。あ、まあまあそこで生き逃げに来たわけじゃないけど、いつもスノーデンが来てたのはたまたまかもしれないけども、
まあ、でもそういうことは実際にあ、ごめんなさい、その時にやられてたということを皆さんぜひ知っていただきたい。でないとその後、まあ、実際にですね、例えば僕はその時に逮捕もされなかったわけですね。その、まあ、事務所があって、まあ、僕の主演は2人逮捕されましたけど、僕は何にもなかったので、20年まで前まで遡って、僕は今までやってきた選挙をやってきたところのあらゆるところに、特捜だったり、あるいは東京地検だったりから連絡が来てんですよ、その時に。いろんな人から僕に、こんなの来たんだけど、大丈夫かとか心配ないかって、あのいろんな人から電話が来たんですよ、分かったんですけど、まあ、過去にまで全て遡って、もし僕がどこかで1円たりともですね、選挙でお金をもらってたら、あの時もやられたと思います。まあ、そういうことがなかったんで、ずっとボランティアでやってきたんで、まあ、一切違法行為がないから、逮捕されなかったんだけど、で、その後、まあ、あのターゲットになったのは、鳩山さんだったわけですよ。まあ、俗に言う子供手当っていう、この役者はありましたけれども、で、鳩山さん叩きが始まっていった。で、その時に皆さん覚えておられると思いますけど、彼が一番叩かれたのは、まさに日米同盟の根幹に関わる問題、今問題になっているあの辺野古の基地の問題で、最低でも県外っていう発言を彼が総選挙の最中に沖縄でやるんですね。今自民党の幹事長玉城デニー君の宣伝官の上でやったんですけど、その発言は、まあ、実際そこがまた他の国の人たちにとってはですね、支配者たちにとっては結構その危機感を強めただろうと僕は思ってるわけです。で、まあ、まさに、まあ、僕はその政権交代のもう前から、小沢さんを3月にやった時点から、できればこの政権交代を阻止する、そして8月でもう阻止できないっていうのがもう選挙の前から分かった段階で、じゃあどうやってこれを転覆するかっていう工作がもう本当に必要に、そして周到にやられてたというふうに思ってます。で、私に対するそういうこともですね、その一環であったっていうことだけは間違いないだろうと私は思ってます。で、そしてものの見事にですね、その工作の結果、はっきり言います、工作の結果民主党に分裂を起こされ、そして、まあ、小沢さんたちは民主党で、まあまあ、結構分断されていったんですけど、そのことの結果今の政権ができてしまったわけですね。あれはクーデター的なものがありましたかね、その小沢鳩山政権をこうひっくり返して、まあその従来 の、 その、まあ、自民党が歩んできた路線を継続する、まあ、TPP に入るし消費税も増税する、あと日米の密約のことももう言わなくなりました。公開を鳩山さんの時はし始めたんですか。一番分かりやすいのはですね、菅さんのあの歴史的な大裏切りが、実は菅さんの初当選の選挙も関わってまして、彼とは三十何年の知り合いなんです。で、まあ、そういう意味で言うと喧嘩の方が多いんですけど、たまに一緒にやることがあって、その政権交代の前、2004年から2010年前はまでは、2009年までは菅さんと一緒にやってたんですね。僕は民主党の応援をするようになってから。で、まあ、ご存知のように彼が副総理兼財務大臣だったかな、副総理兼財務大臣だった、あれ2010年かの春か、参議院選挙の前なんですけど、2月だったか3月だったかはっきり覚えてないけど、彼がいきなりですね、消費増税賛成、自民党案 OK、 そして TPP も OK っていきなり大転換をするんですよ。で、僕はもうその時すごく頭にきましてですね、すぐ電話して会ったんですよ。で、大喧嘩したんです。ふざけるな、どういうこっちゃ。僕は、まあ、これは後にまた話になる、僕は消費税の導入こそが
この国の戦後の右肩上がりの経済成長をストップさせた直接の最大の要因だっていうのは僕の持論なんですよ。これもあらゆる日銀やそして財務省の過去 の例えば四半期ごとの GDP っていう数値があります。これを見ていただければもう一目瞭然なんですね。いろんな戦後景気不景気はあっても基本的に1989年の4月1日消費税が入るまでの日本の経済は右肩上がりの成長を遂げました。でこれがいつ実体経済において崩れたかっていうと1989年4月1日消費税の導入その日なんです。もう皆さんご存知のように消費税が上がる前は駆け引き需要で一気に個人消費がバーンと伸びますよね。で導入されたその日からドーンと落ちるんですよ。でこれがもうその四半期の GDP を見ると、まあ、4月がこの分かれ目になってるからもう物の見事に分かるんです。過去3度の消費税の導入それから3から5 5から8の時のその四半期ごとの GDP の変化を見ればこれもう一目瞭然なんです。そしてこの1989年の4月1日から個人消費がドーンと落ちて実体経済での経済成長はもうこの瞬間に終わったんです。戦後の日本の経済成長は実体経済の影響はここで終わってます。で株はその時その前に大金持ちに対する減税を1984年からやったもんですから余った資金がどん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 株と土地に集中してバブルになってて、この金余りは続いてるから全くその実体経済の崩壊が株価には直結しないんですね。ただのタイムラグが。でもあまりにその後の個人消費の減退が激しかったこの消費袋が次の年の年頭の株の大暴落につながるんです。菅さんはずっと消費税には反対してたんですか？反対だったんですよ。全員財務大臣になって財務省の、いやもうそれははっきり言いますよ、もろ、まあ要するに総理の椅子ですよ。総理の椅子、この2つが条件だったんですよ。消費増税のめっていうこととそれからTPP、 この2つが、まあ、僕はそれ以外ないと思ってます。でその時大喧嘩したので、その時彼はね分かんない人だから、その経済分かんないから財務省にもすぐ資料をドーンと持ってこさせたわけ。自分が反論できないもんだからって置かれるけど、でなんか増税をしてもそのデフレはなんとかなるんだみたいな、どこ見たってそんなの僕らが知り得る古今東西のその国の経済の歴史にだってデフレ下で増税なんて それが回復ありえないわけですよね。全くありえないことなんだけど、まあそんな話にならないって持ってこさせたけど、そのもう話にならないし、そんな誰が説得できます？デフレ下で増税をして景気が回復ありえないで、最悪だ。だから財務省の財務大臣やってたじゃないですか、はい、そこで洗脳されてしまったっていう、洗脳なんていうの、洗脳だったら彼は僕をそこで説得できるはずじゃないですか。あれヨーロッパ G7 から入ってきた直後いきなり入ってていきなり言い出した。菅さんに総理の椅子と、の代わりに消費税、増税と TPP を飲み込ませようとしたのは具体的には誰なんですか？いやそんなの僕に分かるから。その時の感触というか、いやもちろん財務省です。まあまあそれはね、僕はあんまりそんなこと怖く聞かなかったよその時に。だけどもろだから、まあまあ僕はその時からもう彼にとっては一切僕の方から一切口聞いたことない。2時間応援化してこれじゃその通りになったわけ。また僕はこれだともう選挙で負けるぞっつって、せっかく政権を取って、しかも参議院も多数取ってねじれも、あれの状態で、ねじれはあっても3年間とにかく選挙なしで公約を実行すればもう長期安定政権ができるだろうって僕らは思ってたわけですよ。で、いろんな政策実際あったわけよ。農家の高所得、高所得とか子ども手当とかいろんな政策もあって、で僕はでもこんなことやったら元の木阿弥どころか政権そのものが持たなくなるっていうふうに思ったわけですよ。だからふざけるなと思って、で次の参院選挙でその通りになってしまってるわけ、惨敗するわけですよ。でねじれちゃって何もできなくなるっていう。だからそういう意味で言うとやっぱり有権者はすごいわけ。あの時に
政権交代と次の参院選の間に1000から1500万の人たちが、なんていうかな、民主党から離れて、あの時はなんていうか、みんなかな、みんなに移動しちゃってるんですよね。ものの見事、これはもう明らかにそれに対する批判票が選挙で動いてるんですよ。それぐらい実は日本の有権者って、これは僕の中では1998年からなんです。あの消費税が 3% から 5% に上がったのが1997年の4月1日なんですね。でここから実はその日にデフレが始まったんです。 5% に上がったその日からデフレに入りました、ね。それは理由簡単で、また個人消費がドーンと落ちて時給がアップが一気に起きちゃったからですね。でここからで基本的にデフレは今に続いてます。失われた何十年とかって言われますけど、で実は僕が選挙で定数1の選挙を勝てるようになったのはその瞬間からなんですよね。僕はそれまで単独でやった選挙で、その規制政党と組まない選挙で中選挙区でさえ勝てなかったんです。1997年まで、うん、挑んでも挑んでも定数5の選挙は勝てなかったんです。単独ではいわゆる無党派市民派だけでは国政選挙勝せませんでした。ところが98年に僕は初めて頼まれて、まあ、広島の市長選挙でしたけど、いきなり首長選挙を手伝わされるはずになったんですね。それは秋葉さんっていう、その後3期やった市長で選挙負けながらやった秋葉さんと当選の斉藤さんがボランティアで関わってられたんです。そうそうそう、初選挙で、あの時から元社民だったんだけど、社民党を喧嘩して揉んでたわけだから社民党の応援もなし、そして組合も全部そっぽ向かれちゃって、応援してくれたのは本当たった600年の広電っていうバスの人たちが組合だけで、全く裸になってしまったわけよ。でも選挙でも厳しいでもさやるってことで、僕のところに知り合いを通じて何人かからこう何とかしようしてくれってことで言って僕行ったんだけど、でその時に初めて首長選挙をやるんだけど勝っちゃったんですよ。いきなりもう簡単な話で、もう人手がないから組合もないから、もう立ち上げ演説会をやめようっていう大決断から始めたんです。個人演説会ってあるじゃないですか。これって大変なんですよ。人集めするの大変で、その毎日やるためには大変な労力がかかっちゃって、もそれだけで手一杯になっちゃう。だけど来る人は大体支持者が多いわけだから、僕はあんまり意味ないと思ってるんです、個人演説会って。でまずそれをやめようっていう提案から始めて、いろいろあとで、そんな話は今日はしないけど、それ以降僕ね、定数1の選挙も2009年の政権交代まで、僕有利4桁の選挙を、首長選挙、それから国政、参議院、衆議院、それから地方選挙、県議選まで含めて、本当有利4桁の選挙を1998年の仮のその広島の市長選挙から政権交代までもやったけど、ほぼ日本の裁判の有罪率に近いぐらいの勝率ですよ。負けたのをほんと2つくらいしか思い出せないぐらいに、1000回ぐらいやって、1000回どころかもうはるかにですよ、その10年間の間、それぐらい、それぐらい勝ち続けた、その頃はね、それはね、明らかにその僕は経済だと思ってます。日本がデフレに入ったことがゴロもうテリトリーに分かったんですよ。その前の選挙やってたじゃないですか。で日本の選挙って田舎へ行けば行くほど土建屋さんなんですよ。主力は自民党選挙の主力は土建屋さんなんですよ。で野党の選挙は組合なんですよ。これ田舎に行けば行くほどそうです。例えばですね、自治王という組合がないところって日本全国ないわけですね。で JPU 郵便局がないところってほとんどないわけです。だからどんな田舎に行ってもそういう組合はあるわけですね。で連合地っても大きな民間の組合は田舎行くとないんですよ。だからどうしても選挙の主力は土建屋さんと、で大企業も田舎に行くとないですからね。だから田舎へ行けば行くほど昔の選挙って、今もそういうところがあるけど、土建屋さんと組合なんです。で昔は土建屋さんはですね、なぜ選挙やるかって仕事が欲しいからなんですよ。で
ね、自分たちの担いだ自民党だったり首長だったり通じて公共事業をのお金で工事を受注すると、これが日本の戦後の日本社会国家というか、まあ、仕組みだったわけじゃないですか。でこれがなぜ可能だったかというとですね、戦後の高度成長はこれを可能にしたんです。わかりますよね、右肩上がりだったんですよ。でということは税収は上がっていくんです。所得税も法人税も経済成長している限りは経済税収がどんどん上がっていくわけですね。そしてこの税金を時の政権等が交付金を使って地方交付税を使ってですね、地方にばらまいて、これで公共事業をやって、まあ、土建屋さんを潤す、これでまた地方経済が回るっていう、これが日本の経済の戦後の社会の、まあ、基本構図じゃないですか。だからみんな必死で選挙やったわけですよ、土建屋さんは。もう本当に選挙命で命がけの選挙をやるぐらい土建屋さんの選挙力ってすごかったんです。で組合の方もですね、高度成長期は選挙でやって、その特に観光労を中心にですけども、観光労が給料を上げていくにはですね、ある程度政治的に発言力を持って、これも税金ですからね、観光、今言ったような自治労にしろ、これ全部観光労って、旧観光労って公務員の労働組合だったわけじゃないですか。これの賃金を上げるには国の税収が下がっちゃう日には無理なんですよ。でだから選挙やるんですよ。だから昔の労働組合は結構選挙プロですごかったです、はっきり言って電話かけても何でも。ところがだん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 公共事業が削減されてきましてですね、特にその97年以降デフレに入っていく中でですね、もう土建屋さんがいくら必死で選挙をやっても仕事が来なくなっちゃってるわけですよ。だから動員から周辺からみんな土建屋さんだったわけです。だから東京から偉い大臣が演説なんか来るとですね、土建屋さんがみんな作業服で来てたもんですね、みんな動員されて。でもこれがですね、もう本当にガタメにしてこの消費税導入以降からどんどん下がってきてですね、で税収も下がるわけですよ、どーんと下がる、株価も下がるから。そうするとね、本当によくわかるんだけど、土建屋さんの選挙力、周票力、動員とかがたべりするわけで、土建屋さんだけじゃなくて、例えば自民党の比例の選挙なんてみんな業界団体の全国組織がその代表を出してやってきたわけですよ。ご存知だと思いますけど、いろんなね、農地関係だったり、もういろんな看護師、なんとか政治連盟して、みんな業界の代表を自民党の例えば比例代表だったら口座出すっていうことで選挙やってる。でもこういうところもだんだん動かなくなってきたんですね。で、組合もそうなっちゃった。で、あの時の激変、97年から98年にかけてのこの、自民党と、それから当時でいうと民主党、社民党の急激なその選挙力の低下っていうのも僕もびっくりするぐらいで、で実は学会さえ、僕はこの実は創価学会ってご存知のようにすごい選挙強いけど、他の宗教団体と僕は違うかっていうと原生利益なんですよね。わかりますよね。だから創価学会がなぜ伸びたかって言ったら、戦後の高度成長があって伸びてるんです。これ見ればわかりますよ、学会員のこう推移を見れば。だからやはり戦後の高度成長があって、この原生利益を特に与党化することによって、長自治体で与党化することによって、この利益が分配されている中で、その信者にそれをこうなんていうかな、まあいろんな形でですね、それこそ公共住宅の入居のあれから含めてっていう形で創価学会は伸びてきたわけですよ。だから創価学会でさえ実は僕は戦闘力が落ちてると僕は思ってます。共産党もしかりはっきり言いますけどね、やっぱり共産党も結構その公務員系の労働組合に結構基盤があって、今の全労連の実態でよく分かると思いますけど、だから規制の政党が基本的にこの高度経済成長を前提にしたその組織づくりと選挙運動をやってきてたっていうことが、
その98年いきなり一人区を勝てることになった根拠だと思います。それをね、同じことをやってたんですよ。やり方全く基本一緒なんです。選挙のやり方、ボランティアでガンパで金集めて一票ずつ積んでいくって、本当基本的な選挙のやり方、僕今も全く変わってないんですね。それなのに同じことをやっても結果が一桁変わるぐらいことがゴロンと起きちゃった。90年から98年間デフレに入った瞬間、その時に要は日本の経済のそれまで高度経済成長で作られてきたシステムが転換されたってことで、97年98年頃経済システム、まあ、経済システム、その金融ビッグバンド、そういうことです。そういうのも98年、そういうことです。まさに金融循環、まさに日銀の独立も98年、大蔵省の解散、そういうことです。で、自殺率の増加も突然98年に1万人ぐらい増えてですね、2万5000人ぐらい、いきなり3万人、いきなり3万人上がりましたね。デフレに入った状態、1万台から3万人、まあ、その98年というのはすごいターニングポイントで、その時に日本 の戦後作られてきた社会システムがかなりガラッと変化した、経済金融システムを含めてそうです。最初の競合罪が法案が提出を作られるようになったのも98年ぐらい、あれ違う、それ勘違いしました。10年前そこはちょっと違ってて、はい、その辺が出てくるのは、まあ、それで選挙、その戦後のシステムがもう機能しなくなり始めたんで、選挙でその新しいやり方をやってる斉藤さんがこう勝てるようになったっていうこと、ね、そういうことですね、はい、逆にその既存の社会的な組織が、その高度経済成長を前提にしてたものが崩れてしまったということですよね。で、そこは今もっと進行してる格差っていうのはまさにそのことなんですよ。この時にまさに言われた、さっき言われたその橋本龍太郎が崩れた時だよね、消費税あれして、時の選挙もまさにドラスティックだったけど、金融重化ってまさにその時に起こってるわけですよね。で、まあ、日本の富の簒奪がそこからすごい急速に進んでいくんです。ただその時問題はね、日本の富って言うけど、実は日本の富はお金はね減ってません、増え続けてます。ここはぜひ皆さん知ってください。格差は拡大して貧乏人はどんどん増え続けてきたけども、日本のお金は未だに増え続けてます。それは要は預金あれですか、マネーストック、ね、そうです、マネーストックです。お金の供給量、はい、お金の供給量じゃなくて、1985年から取り始めた統計で国際収支っていう統計があるわけ、はい、で国際収支って年度ではどんだけ円高になろうが円安になろうが油が上がろうが下がろうが、統計初めて取り始めて以降一度も赤字になっていません。今また黒字幅がどーんと上がってます、増えてます。でこのことを皆さん知らない、つまり国際的には日本はずっと勝ち組なんです。これは武田さんも言ってたことだけど、まあ、武田さんが違ってるのは人口の難民は他も違うと思うけど、そこは全くその通りで、日本は国際的にはずっと勝ち組です。世界で一番の長期の勝ち組です。格差が広がり続けて、一般庶民が、持てる富がどんどん減ってきているけれども、そう1% の人たちが持ってる財産むしろ増えてるんです、ね、そう、もうその増え方がものすごい、はい、僕はこの増え方に関して言うと中国には負けるけど、それ以外では一番増え方はすごいと思います。 1% の人たち の特に金融資産の増え方は世界一だと僕は思っています。思っています。これでも正しい確証がありません。これだけは政権交代しても絶対出してきませんでしたから。それでもちゃんと要するに経常黒字って形で財務省の数字出てるし、はい、全部外貨資産なんで 1% が持ってるっていうよりも全部海外で貸しっぱなしだってことなんですよ。ただね、国内の個人金融資産も減ったことはないです。それはもちろんマネーストックが伸び続けてるんで、はい、それはもちろんそうなんですけど、はい、説明後でします。よろしければ。それで選挙で、勝てるようになって、それで98年から民主党政権ができるまでに、相当な勝ちを斉藤さんはその選挙を手伝う中で経験してきたわけですよね。はい、まあね、はい、で、
でもそれで、まあ、民主党政権が出来上がったと、そう、まあ、ね、出来上がったっていう、まあ、でもその後が大事で、まあ、まさにその民主党がクーデターって話があったけども、まあ、中から潰されていくんですね。でそれで今の政権になって、でここ、まあ、そもそもそのじゃああの時民主党の中の内紛を誰が仕掛けたのか、僕はそれ全部証拠持ってるわけじゃないけども、あの政権を失った総選挙があったじゃないですか、あの野田さんがやった自爆解散、あの時ね、あのあるから僕は解散あるよって話を言ってさ、僕は選挙を手伝って、あの当選した議員結構あの時多かったもんだから、実は一番多かったんだけど、あのその人たちに選挙あるかもしれないからどうしようっていう話をしたら誰も信じないわけ、誰一人信じないわけ、中堅もさすがにそれはないよ。でも結果としてやられちゃってんですよ。でその時にね、東京市場の外資の割合がですね、突然あれ10月のね最終週だったかな、いきなり東京市場の外人の率がドーンと超過に転じるんです。10月の最終週だったと思います。この後ですよ、出る解散が出る。確か野田さんが解散をする翌前日に民主党内で解散をしないって党内決定したんですよ、その翌日に解散するって言ったんですよ。まあ党、民主党内でも解散はしない。どんな力が働いてそういった裏切りなんだけど、いや、まあ、だから完全にそうだけど、じゃあね、なぜ急に外人が解雇したかってことですよ、その前に。しかもその時はまだ解散の話は全然出ない時ですよ。それなのにいきなり東京市場で10月の最終週に外人が買い越しにいきなりポンと出て、その後ずっと彼ら買い増ししてるわけよね、どん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 買い増しして、でまあはっきり言えばその時にもう解散が仕掛けられたと僕は思ってます。この買っていた外人っていうのは具体的には企業であるとか、どの国の、そんなの分かりませんよ、その人たちは、ただまあ野田に日本にね、日本の総理大臣に影響を与えられる勢力って言ったら、まあアメリカウォール街っていう話になってくるんでしょう。まあその時にある人がそのウォール街の誰と会ったとか個別の情報はいくつか持ってます。でもその中の誰がその決定的にじゃあその解散のあれになったかっていうのは僕には分かりません。でそんなことはあんまり大きな問題ではない。ただ解散の話が全く起こる前に突然10月の最終週に東京市場で一気に外人の買い越しが始まって、その後ずっと彼らがそのまま解散の後から何からあの後約半年かな、東京市場のあれが一気に増えていくわけ、外人買いが。でこれやっぱ誰が儲けるかって明らかな話で、ね、安い時に買って高くなって売り抜けるっていつものパターンなわけで、まあ、つまり安倍政権が誕生することはもう分かっていて、そして安倍政権による日銀の金融緩和政策まで含めて、まあ、つまり金融市場にお金をどんどん流していくという、その後安倍政権が行っていく政策まで含めて計画されていた可能性がある。それを事前に、まあ、それがね、全て僕はそういうの計画、陰謀がね、はい、どっかの一つの陰謀で世の中動いていくなんてことは信じてないので、ただそういうその仕掛けがあったことは間違いないですよ。でその中の一つに政権をそこで完全にひっくり返すっていうことがあったことも事実。それをね、彼が分かってて安倍さん、野田君がその解散したのか、それとも騙されたのか、そこは僕には分かりません。何とも言えない、何とも言えない。そこはでも事実としてはっきり言えること、事実として証明されることだけを今僕は言ってます。統計やその後起こった事実ではっきりしていることだけしか言ってません。もう思ったこと全部言っちゃうと思うんですけど、例えば共産党は自民党に対して反対勢力ということで言って、まあ選挙力は落ちていると斉藤さんおっしゃったけど、まあ、最近は微増もしているわけですよね。でただ共産党はいくら共産党が増えたところで痛いところにはこう行かないというか、こう対抗勢力として何らか器がなければいけないから、こう
この一番日本を操っているかもしれない、誰かにとってあの無理のないと範囲の反対勢力ということで作られているようなものなんでしょうか。でもう一つ、その、98年から勝ち続けてその政権の裏の裏まで見てこられた斉藤さんにお聞きしたいのは、裏なんか見てませんあの鳩山さんなんかが県外って言った途端にあんな風にこういじめられて変な形で辞めさせられて、じゃあこの国を本当に支配している人、これ誰か分かりませんけどがいるとしたら、その人は一番何をされるのが嫌で、何をされる、そんなこの政策に関わろうとした政治家がみんな失脚するとか、あ、この辺までがタブーなのかなみたいな。まあその辺はあの小野君と天野さん、天野さん、天野君と、はい、あのやってもらえばよくて、僕は、はい、あのなんていうかな、この国を誰かが一人で操ってるなんてことはありえないと思う。そんなことはないと思ってます。でアメリカでさえそうですよ。あのそう思います僕は。だってそれ今のアメリカの政局見て明らかじゃないですか。現職の大統領を FBI、CIA、NSA を中心にした情報機関とベンタロンが実際に潰そうとしてるなんていうことは現実としてあるわけじゃないですか、未だにアメリカで。それ何示してるかってことです。アメリカでさえ一つの勢力がシナリオでなんか動いてないんですよ。で僕は今日本の政治が、まあ、今回直接に言うと5月17日 の、 あの朝日新聞の一面から大きな変化が起こったと思ってますけど、あの今回の都議選まで含めてですけど、あとどれぐらい時間あるの？あとですね、50分です。50分、ね、あの今日はちょっと実はちょっとバック的なこといろいろ言ってやるかなと思ってたんですけど、ありがとう。私はもうまだ序論のところが長くなりすぎてて、これじゃあもう聞いていいですか、うん、ちょっと話飛ぶかもしれないけど、斉藤さん聞いてみたいな、聞いてみたいなと思ってたのは、はい、三宅さんの応援もされてるわけじゃないですか、うんうん、で三宅さん、私にとっては、まあ、あの参議院選挙で東京選挙区でいきなり出てきて、うん、最後まあ、そうだったからライバルだったよね。ライバルだったよね。で最後あのタイミングで出てきて三宅さんと緑の党と私足したら勝てたのかとかさ、なんか考えてばさ、なんか悔しい気持ちあるんですよ。俺のせいだったら見たいわけいやいや、まあでじゃあ三宅さんがあのタイミングで出てきた理由が何なのかってことと、あとそれですっごい気になってるのは、勝った途端に安倍昭恵とくっついて、あの辺野古行って山城さん捕まったの、その後であの三宅さんがいた時になんかカメラかなんか持ってったことが、こうその後の山城さん逮捕に関わってんの何なのっていうのがなんか分かんないんですよ。あのそれ、まあ俺が言っていいかどうか分からんか。いいですよ、もう今日も在前ですから言っちゃいましょう。まあまあまあ言いたいことは全部今日本当は共同体の話しなきゃいけないなんでこの話になったの。でも山城の話ちょっと出たけど、ああの広瀬さんの話出たからちょっと言うとね、さっきも言ったけど今回の共謀罪は僕とか山城広瀬さんのような人は共謀罪なんかなくたってもう証明されてるように、もう完全にマークされてて、いつでも逮捕できるようにいつもしてあったんです。完全監視体制が敷かれてるわけですよね。でしかも、まあ、冤罪でも何でもとにかく逮捕するんですよ。そう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 、あらゆる意地悪してるのを沖縄で見ましたよ。それで、あのもうこれさっきの話に戻るけど、スノーデンがこれも言ってることじゃ、今回の共謀罪の過程で彼が言ってるじゃないですか。あのアメリカで導入されているほぼ全ての国民を対象にした監視システムが2013年にすでに日本に供与されているということを彼はこの間暴露したわけですよ。日本の共謀罪に危機感を持って、そしてこれがすでにトレーニングが終わってますということも言っています。なんとかって名前、変な名前の X になんとかかんとかっていうあのシステムね、うん、これが実は刑訴法改正の直接の理由だったんですよ。あれを完璧にシステムをあの動かすための。だからあのシステムがすでにもう日本で稼働してますよということです。だからで共謀罪なんですね。これ一緒なんです。刑訴法の改悪とこのシステムを入れられたことと共謀罪、これ一つで完璧に機能するんですね。アメリカ並みの監視体制がこの国で完成するんです。だから盗聴法の改悪でその盗聴できる対象が一般犯罪にも、うん、広がってきているので、まあ、ほぼ全ての人
人を日常的に監視するというそのシステムがあるだけじゃなくて、あの去年の刑事訴訟法の改悪の盗聴の拡大と今回の共謀罪によってですね、これが法的に何ていうかな、認められていることにしてしまったんですね。でこれはもうほぼアメリカ並みの監視体制ができちゃったということです今で、実際も稼働してるってことです。だから共謀罪に関して先ちょっと言っとくと、僕とか山城さんみたいなもう向こうがずっとこうこいつだって思ってるような人なんかこれの対象じゃないんですよってことを言いたいわけ。対象は全国民をそういう日常的な監視体制に、そのネットまで含めてですよ、携帯を全て全部ですってことです。1億2700万人対象拡大させたと、そういうことです。まあ、赤ちゃんでとか携帯持ってない人とか全くあれじゃない人、僕みたいな、まあ、ちょっと前の方での僕みたいな人はできないけども、スマホやパソコン使ってる人はもう完璧にこれでそれが全て筒抜けになってると思ってくださいということです。でもう一つそのあれのことで共謀罪のことで言っとくと、だから共謀罪の対象には僕は今回やられた公選法も入ってません。そして政治資金規正法も入ってません。で特別公務員、でなんとか領学罪つってその公務員が悪いことしたこと、この人たちは全部今回の共謀罪の対象から外されてるってことです。わかりますよね。テロが目的じゃないし、でこういう政治的なそのあるいは官僚が悪いことしたり検察が悪いことしたり、こんなの関係ない、ここには全く効果がない、何が狙いなんですかっていうことです。でもちろん直接的には警察と検察、まあ旧内務省だと思えば、戦前で言えば戦前の治安維持法が今この共謀罪がなぜ現代の治安維持法かって言われるところの一つの側面だけど、これは戦前の特攻を中心にしたような治安体制が今の警察と検察、特にその一部に与えられてしまうという意味で、そういう意味です。ただもう一つの側面がある。そういう政治関係や官僚が入ってないと同時に、経済的関係の経済金融関係の法律がものすごく対象にたくさん入っているということです。この共謀罪の中に共謀罪に関連することなんて少数です。277あるいは300以上ですけど、この新しい共謀罪の対象の中で経済事案がすごく多い、金融事案が多い。これをぜひ皆さん知っておいてほしい。そしてこれが施行されるのが7月11日今何があるか、まさに一遍潰れた TPP だとか RCEP だとか日曜エパだとか、この7月に集中するんです。まさに今東京とか箱根とかいろんなところでこういうグローバリズムと国際金融資本だけではない国際グローバリズムにとって、まあ、これがTPP の復活も含めてだけども、これへの僕は大きなその貢ぎ物だと思っています。この共謀罪は分かりますかね。例えば著作権の問題にしろ、例えば狩猟法の問題にしろ、これ何のためにこんな法律が共謀罪の対象に入ってるんですか。理由簡単ですよ。金融資本だけではなくて国際的な大資本の権益を犯すようなことを徹底して取り締まれる法律なんですよね、この法律。表現者としては本当死を宣告されたようなものなんですよ。で本当はもっとこう物を書く側の人たちも声を上げないといけないと思うんですけど、想像、坂手洋二さんが、劇作家の坂手さんがおっしゃっていたのが、テロとか爆発物に関する小説をじゃあ書くぞと、それに関して資料をさまざま入手してより、リアルな表現をしようと調べると、その資料を入手したことが計画の一つとカウントされてしまって、それが、共謀、犯罪の共謀とされてしまう可能性があるってことをおっしゃっていて、そんなこと言ったら何も想像できないし、そういうこと、そういうこと、調べられないしクリエイトできないと。だからアーティストこそ、はい、僕はこの共謀罪反対の選挙に立つべきだって言ってるわけ、はい、だから映画撮ってるんですよ今日この後ですね
5時半から2時間部屋取ってまして、今日台本もちょっとあるんですけれども、その共謀罪、密告した先の警察が電話を受けるシーンを撮影しますので、皆さんもぜひ残ってですね、この人もこの人もこの人も有罪になっちゃったっていうシーンを撮るために、撮り終わった後5時から5時半まではあの廊下を活用してですね、この人も有罪、この人も有罪みたいなシーンを撮ろうと思うので、顔出していいよという方は残って撮影協力してください。あと実はスノーデンの話してたじゃないですか。スノーデン多分その2009年に横田で、斉藤さんを監視してたわけですよね。俺じゃないと思う。まあでもプログラムスノーデンはプログラムする本がで、スノーデンの映画をね撮ったカメラ、私昨日あったんですよ。あれはアリという会社で、ドイツ の会社なんですけれども、ハリウッドの作品などその大きなバジェットのものを撮るカメラなんですが、その新しいアレクサ65というモデルが出て、これはこう横の線が6500本で、今 4K になってすごいって言ってるのが、その、4が6000になる、4000よりもさらに6500本なんで、かなり、密度が濃いやつなんですけど、それをちょっと目の前で見せられて、わあこれで撮りたいと思ったら、今までこのカメラで撮った映画はこちらですって最後に見ててくれたのが、スノーデン入ってるんですよ。あそこオリバーストーンこれで撮ったのかと思って、私もあのカメラでちょっと撮りたい。ごめんねその話俺返しができないタイプ。ちょっとじゃあちょっと時喋りすぎだけど、今ちょっと喋りたいこといっぱい溜まっちゃってるんで、あれなんで、その共謀罪のことで言うとね、だからよく現代の治安維持法って共謀罪のこと言うじゃないですか。確かにその面はあります。下手をすると警察の中の特捜とかですね、あるいは法案の中の一部外事系とかに特効的な権力の集中が起こる可能性が非常に高いと僕は思ってます。という意味でそれは一つの当たりですと同時に、この共謀罪はそれだけじゃないんですよと。でその刑事訴訟法の改悪に関してもそういう治安立法だけじゃないんですよということです。まさにそのグローバル資本の権益利益の最大化っていうか、これをいかに保護しさらに進めていくかっていうところでものすごく大きな意味を持つ法律だと思うということ、この2つをねぜひ今日の人たちには伝えてほしい、お伝えしたいんです。つまり共謀罪というのはこれは日本だけを見ていてはわからない、わからない、その世界的なその国際そうです、グローバリゼーションの大きな流れとして、そうですそうです、まあ、日本はアメリカの属国なわけですけども、 そこの流れの中で作られていく、そういうことです、ね、そういうことです、全部そうです。特定秘密保護法から始まりまして、まあ、TPP もそうだけど、この間の安倍政権がやった重大な改悪、この共謀罪、それから刑訴法の改悪、全部シナリオは向こう書いてます。向こうって今あえて誰だとは言いませんけど、それを最も短期間に忠実にして、まあ彼氏も忠実じゃないんだけど、信用されてないんだけど、安倍政権の中でこの短期間にこれだけやられるっていうのは僕も想像を超えました、正直言って。で、まあここは天野さんちょっと違うかもしれないけど、まさに今アメリカの政局を見てれば分かるように、そのグローバリズムの、まあ、グローバルの資本ってね、決して一枚岩じゃないんです。この中で本当殺し合いのような、誰が生き残るかという、もうかつての資本主義の中でもここまで世界中の富がごく少数の資本、そしてその代表的な資本家に集中したことはないです。そしてこの集中のスピードが僕たちの想像をはるかに絶する、1年で2桁進むぐらいのスピードで世界中の富が本当に数人のというと悪いけど、もう100人なんて言ってたじゃなくて、もっともっと少数の人たちに集中がものすごいスピードで進んでて、でこの人たちの中での最後の戦いみたいな局面に入ってきていると僕は思ってるんです。金持ち同士の戦いですね。そうです、うん、でそれは必ずしも銀行とかそういうことじゃないんですね。もうそこを超えちゃってて、ウォール街の中でももう本当に最後の生き残りに生き残れてる人たちって本当に絞られてきちゃってるし、で情報 IT 潮流の中でも本当に集中が進んじゃってて、ごく少数ので方向としては
まさにそういう金融資本、銀行資本と IT 長者が結合して、まあ、このどの結合が世界の覇権を握るかみたいな、そこまで今来ちゃってるように僕は思うんです。まあ、フィンテックスっていう言葉が最近流行ってるけど、うん、あのなんだっけ、まさに金融資本とそれから IT 資本、究極のこれの合体こそが次のその世界の、あの支配的な資本になっていくっていう、まあ、まだ僕はそこ行ってないよって僕は言ってるんだけど、そんなに幻想の必要ない。ただその中で今のアメリカの大統領選挙の、あの勝ってないようなアメリカの大統領選挙の異変が起こり、勝ってないようなアメリカの分断分裂とアメリカの司法制度の中での対立、現職大統領と国家権力の中枢である情報機関軍が全面的に対立してしまうような局面が今起こってるんですよ。でこの中で今日本のこの急激な政治的な変化が始まってるんですよということをぜひ皆さんに知っていただきたい。だから僕は今日皆さんに言いたかったのは、確かに民主主義緊急事態です、本当にやばいとこまで来てます。でもだからこそすでに98年から僕たちみたいに何の組織もない金もない人間たちが規制の政党や団体全部一つにまとまったのを相手にしても選挙でひっくり返せる事態が起こってたんですね。で、まあ、これをまたあれするためにいろんなことをやってきた。でも僕は今本当に日本がアメリカとの関係もそして日本の古いいろんな問題も解決できる条件がこの国に急速に生まれている。だから民主主義緊急事態っていうのは危ないという面でもそうだし、その裏返しでこんなチャンスは僕は40年選挙に関わってきて初めてですよということを言いたい。この4月2日の東京都議会議員選挙はその証明の一つです。僕は初めてかもしれません、東京都議会議員選挙自分の一票も通りませんでした。これ今日初めて言ってる。そして誰一人応援しませんでした。こんなこと僕ないです。ああ過去何十年かなかった。なぜですか？選択肢がない。じゃあ選択肢が与えられればみんなそこに飛びつく可能性がある。そういうことです。まあそれが今回は都民ファーストという形で、まあ、マスコミが与えた選択肢として提供されてそこが伸びた。あの、まあ、これ今日言っちゃってまた、まあ、あの上さんたち聞かれてると思いますが、ちょっと困るかもしれないけど、あの僕が今回僕の件ちょっと入っていい？あどうぞ。そういうことそれがそれがね。なんでこういうことが起こっちゃったのかっていうことなんですね。なんでこういうことが起こっちゃったのか。確かに政権交代の次の日から僕は狙われました。というかその時にやられ予想になりました。でも何にもなかったからやられませんでした。その後からずっと気をつけるようになってましてですね、選挙も絶対だけ表に出ないようにしてます。さっき三宅洋の話でそれでも答えなきゃいけない。それも関係してくるんだけど、あの三宅洋平のその出るって言って俺多少噛んでるけど、僕三宅洋平の事務所出入り禁止になってるの知ってた。なんで？なんでですか？今年が入ったんですよ。あの検察のトップと称するところから今年が入ったんです。選挙中ですか？突然ですね。いつですか？僕の判決がこの間の去年の参議院選挙の中で、僕の判決6月3日です。でこの時の時期を考えてほしいんですね。僕はこの時僕はトリプル選挙を予想してます。衆参ダブル選挙と東京都議会選挙と史上初めてのトリプル選挙の可能性が高いなと、明らかにそのシナリオが動いてるなと実は思っていました。そしてこれこそ安倍さんが長期政権を実現するにはその戦略はこれしかないというふうに僕は思っていました。もしこれを彼がやれなければ彼の凋落が始まると僕は周囲に言ってました。これ今日初めて言うことです。でこれにどう備えるかということが僕のその時の主要な関心でした。このトリプル選挙を逆にこれはもう決戦なんだからこんなチャンスはない、一発で全部ひっくり返せる、わかりますかね。政権まあ参議院も一緒なわけだから一発でやれる、このトリプル選挙を全部勝てる。
2009年よりももっとドラスティックな政権交代ができると僕は思ってます。で、準備してました。もしトリプルってことになるんだったら誰よりも早く僕たちが一番有力な候補に手を挙げてもらうことでもその人は決意をしてました。まあそれは今日本人の了解取ってないからあえて名前は言いませんけど、そして多分その人が手を挙げた瞬間で野党が対抗馬を出すことはね、もう野党の対抗馬はありえなかったと思います。でもし最終的にあの自民党と彼に関して小池さんが割れて出てくればこっちが勝つと割れて出てくればというふうに思ってました。あの野党にそんな力はない、ついてくざるをえないと僕はそういうふうに思ってました。で、あの呼びかけようと思ってました。この都知事選を先頭を切ることで野党に衆参両方で共闘を全面化するべきだと、もっと言えば統一メンバーで含めて考えるべきだということを呼びかけようと思ってました。それを実は、まあ、それさっきの話が関係してくるんだけど、6月3日が僕の判決だったんですね。で、僕の判決で判断しようと思った、最終的に。それで僕は前の日の夜、あんたに今出てきた三宅洋平君と岡山、これもはっきり初めて言うけど、今日だから大好きに言うって、山本太郎君にわざわざ静岡まで来てもらいました、判決の日の前の夜。でそれはもう正直言って、僕その次の日判決が午後だったんだけど、午後そのまま習慣化の可能性があると思ってたんです。もう監獄っていう、もし逆に僕は監獄だったらもう向こうは必ずトリックやってくるよと思ってました。でそのことを彼らに最終的に伝えてどうするかっていうことを最終的に判断したかったんですね。で俺がもし明日そのまま週刊だったらトリプルだと、じゃあその場合どうするかって最終的に、で洋平君も含めてどうするか、だから洋平東京出るって話して その後出てきたんですけど、僕らの選挙って長期間は無理なんです。ボランティア選挙って最大40日しか上げ続けるの難しいんですよ。みんな仕事を持ってたりするわけじゃないですか、主力の人たちは。まあ、僕らの年になりしてくれない人もいるけど、で奥さんたちも結構大変で、土日と夜が中心になるわけですね、ボランティア選挙って。で、さすがに休みなしに、土日も夜も全部やって、もう1ヶ月がいっぱいいっぱいなんですよ。本当にみんなが必死でこう人も増えながら伸び上げて最後まで上げ続けて、その株を上げて続けてきたのには大体1ヶ月がいっぱいいっぱい。で衆院選挙って大体解散から投票日まで1ヶ月前後なんですね。だから衆院選って大体それでも参院選とかって期日が分かってる選挙だって結構半年前から勝負しなきゃいけないって結構大変で、首長選挙も大体短期戦なんですよ。まあ、後出し何件とかいろいろあって、もう直前に玉が決まって構図が決まっていくってことなんで、まあ、そういうことがあって、まあ、それでその前の日の夜に、で逆に僕は収監されない実刑判決が出ないようだったらまあないねとしたらどうするっていう話もしてた。でまあその時一番深刻だったのは、僕はもう拘束されちゃった時にどういう選挙体制を組むかっていうことがあって、まあ彼らに来てもらって、で次の日の朝は僕はその裁判の直前まで、実は全国から今までのボランティア選挙で中心になってやってくれた人たちを、その日の朝その2人と話をして、大きなそのトリプル戦略、選挙の戦略とか候補の問題とかっていうことを話して、その前の日のように、でそれを踏まえて次の日の朝まあ、ある会場を借りて、で全国から来てもらったそのボランティア選挙大きなやつを一緒にやってきた人たちを集めて、こういうことがあるから、もしその場合はこうという話を実はしてました。でも結果として言えば安倍さんはトリプルができなかったんです。これでもう彼は絶頂期を過ぎたと僕は思ってました。だから結構周りの人に言ったら、でもこれでも安倍さんはこれ以上はないよという話を僕はもうまあ、それを時から始めてたんですけど、うん、なぜこういう話をね、自慢話に聞こえるかもしれないし、その見てたようなこと言うかもしれないけど、でも僕は先に言うことにしてるんです、いつも。あとは誰でも言うか。で去年のアメリカの大統領選挙で言えば、僕はずっとサンダースって言ってました。希望を込めて。でも
今でも僕はサンダースがあの最終局面で民主党の大統領指名候補でなれなかった後、彼はそれでも選挙戦を最後まで続けましたよね。大統領選挙のキャンペーンをもう指名獲得は無理になってから最後まで優先続けたじゃないですか。で、僕はあれを見てて確信を持ってたんです。彼は必ず無所属で最後出るだろうと。そして出れば必ず勝てると僕は言ってました。でも彼は出なかったんですよね。これ僕ものすごい落胆しました。世界が変わる大きなチャンスを逸したなと。で、僕はもし彼に会えたらなぜ出なかったかってことを本人の口から聞きたいっていうのがすごくあるんだけど、でも結果から見れば僕はこの主張はやっぱりそうだったと思ってます。だってトランプが勝っちゃった。あのトランプの勝利の中にはサンダース氏は相当流れてますよ、間違いないです。でなきゃヒラリー負けるわけだ。まあ、だから今まで そのエリート主義に対する反感というのをトランプがこう吸い上げたわけですね。そういうことです。アメリカはアウトサイダーを演じたわけですよね、彼はね。アウトサイダーと私は思わないですけどね。だから僕は、だから逆に言うとトランプの役割って本当はサンダース潰しだったんだと思ってるわけ。でも最後そのシナリオもとんでもない結果をギリギリのところで作っちゃって、それが今の局面を作っちゃうと思ってるわけ。つまりどうしてもサンダースを潰すためにやれした人たちが今トランプ潰し必死でやってんだよね。実はあの大統領選挙の中ではとんでもないことがいろいろ起こってるわけ。サンダース潰すためにニューヨークの予選なんかひどいもんですよ。あの民主党なんかの方が10万票は完全に消えちゃったんだからね。彼の一番強いところのあのブロックの票が消えたんですか。消えた。これ認めてる。選管も認めてるし、それで州の小中間飛び飛んでんだから。でもこんなことはもうそんなことは日本では一切報じられてないけど、アメリカの人はみんな知ってるわけですよ。まあでも僕はあの時に彼が、そして彼の周りが無所属で出ると、あるいは新党で出るっていうことを決断してれば勝ってたと思っています。でそれは今よりももっと大きな変化をアメリカと世界にもたらしたと僕はすごく今でも残念です。それぐらい既存の政党に対する、まあ、あと既存の権力に対する不満がアメリカでも日本でも高まっていると。そういうことです。でそれは吸い上げる人が出てくればね、それは勝てる可能性は十分にあるんだと、うん、いうことです。そういうことです、はい、今日一番本当は話したいのはそこで、さっき言った話のところに戻るんです。まあこういうこと言っちゃ悪いけど、あの小池さんをじゃあ誰がね、あの都議選を過去ご存知のようにこんだけ短期間の間に 都知事が交代したことって過去の歴史にないんです。わかります？舛添さんが叩かれたような材料であれ突然に起こるんですよね、舛添叩きって。あんなことで都知事が辞めさせられるんだったら過去の都知事も過去の国会議員も持つ人も一人もいませんって、まあ、一人もって言わないかもしれないけどいないです。ほとんどダメですよ、ね。ダメです、うん。あんなことでもし潰されるような。すごいって言われるぐらいのことしかやってないですからね。で、つまりそれがなぜ突然に起こったかということです。もっと言えば、その前の猪瀬さんに関しても、あれ突然には特殊会のお金の問題なわけじゃないですか。で、特殊会から一番金もらってたのは、まあ、今も国会議員やってるのは亀井静香さんですよ。これ間違いない。その次もらせたのは、なんとその猪瀬さんを最後首の筋つけて辞めさせた石原慎太郎、その人ですよ。2番目にもらってた。で何番目かありませんけど安倍さんももらってましたよ。だから亀井さんと石原慎太郎ってやたら講演会一緒にやるんですね。そういう話はあんまり名じゃないから、はい、で何でここまで僕喋ることにな今もうここまで今あれしてるかっていうと、もしね緊急に解散になったらまた僕身柄拘束されると思ってます。で僕の今の最高裁の今度上告今してるんですけど、僕はすごく急いでますね。つまり早く判決確定したいんですね。斉藤さんの、なぜね、有罪になって、何を公職選挙法に違反して懲役2年執行猶予5年の刑を高裁で
食らっているのかって、これがなんかすごい微罪、まあ、はっきり言えば犯罪なのはこれはっていう、犯罪じゃない、犯罪じゃないのに懲役2年行くしこいう5年を、それでさっきそこから始まったのよ。その6月3日って判決はその参議院の直前に無理やり出したわけ、とにかく決心だってすごかったわけ、要するに参議院選挙に関わらせないっていうことが直接だったんですよね、それっていうか参議院っていうかトリプル選挙だったんですよ、当時のシナリオは。何があっても斎藤を潰せた、いやそれをとりあえず押さえとけって、もうそれ一審の論告で検察読んでるんですよ、文書になってるわけ、相当長期にわたって選挙に関わらせないことが必要であるって文書で論告読んでるんですよ。で本当に大したことないことなんですね。まあいいけど、でそれ読んで、その最高が5年なんですよ、公民権停止違反の最長が5年なんです、つまり安倍さんがどんなにやっても5年はないんですけど、つまり、ね、今の政権が続く限り選挙に関わらせないっていう最長を要求して、その通り出したんです裁判所は。わかりますか、選挙運動をやらせないと5年間は、もろ論告でそう言ってんだ、選挙に関わらせないことが必要であると、執行猶予に違反しちゃうんですか、その選挙に関わるというのは。そう、公正法の違反っていうのはね、もちろん投票権がないっていうのも公正法だけなんですよ、普通は立候補の資格がないだけなんだけど、公正法の違反は投票権もないわけで、それだけじゃなくて選挙に関われないことになるわけで、まあ、ここからこの公正法の怖いところで、だけど何が選挙かっていうことが無制限に拡大できるようになってるんです。これは法律じゃなくって、今度の僕の上告審で争う一つのポイントなんですけど、昭和33年の最高裁の判例っていうのがあってですね、いやちょっとすみません、まず斎藤さんがなんで有罪になったのかを言ってくれないと、なんで有罪になったか分からない、未だに僕も分からないんですけど理由はですね、あこれ一つどうしても言ってないんだけど、僕のこの事件は何から始まったかっていうと、選挙干渉って僕はあえて言ってるんですけど、選挙運動っていうかな、選挙の事前の政治活動そのものをやらせないっていうことから始まってるんです。で、まあこれは僕ほぼ40年近く選挙やってきましたけど、ここまでのことが行われたことは分かってないんですね。ああこれ一緒じゃん、今日話に出てきた治安維持法、1925年なんですね。でこの時にセットで作られたのが衆議院選挙法、俗に言う不選法って言われてますと違うんです。あれぐらいひどい選挙制限選挙法ないんです。その前の帝国議会の選挙法の方が、まあ、時代もあるけど、まあ、大正デモクラシーの時代もまだその時の衆議院選挙法、昭和初年の衆議院選挙法より全然まだ自由です。でこの不選法と言われている1925年の衆議院選挙法と治安維持法は1ヶ月制定がちょっと違うんだけど、本当にセットで作られたんです。で実際上選挙なんて絶対に自由にさせませんよと、だから男子に、絶対に反対する、男子に普通選挙権を与えた、全ての男子に普通選挙権を与えたっていうふうに教科書では教わるわけですけども、うんうん、ところがそれはものすごい制限がかかった、そう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 、とんでもない公職選挙法であったんですね。そう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 。でその前の制限選挙の時代の、つまり金持ちしか投票権がない時代の選挙制度はあんなにひどい制度ではありません。だから今世界で一番ひどい不自由選挙っていうのはこの国なんですね。その不正法が今も続いてるっていうことですか。これを完全に復活させたのはその昭和33年の最高裁判例なんです。これで選挙運動とは何かということを最高裁判例で確定したのがこの昭和33年の判例なんですね。でこれは基本的にその衆議院選挙法が昭和元年1925年にできるんだけど、昭和3年4年にこの最後の衆議院選挙3年にあって、これでものすごい解消選挙をやってめちゃくちゃ逮捕するんですよ、無産政党を中心にして反対派を。でこの時に裁判をやって出したのが今のこの昭和33年に復活するんです、その判例が。つまり選挙運動って何と、その選挙制度でその衆議院選挙で事前運動を禁止するわけ。
事前運動を。だから日本の公選法ってべからず法っていうぐらいに全部ダメ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 、何にもやっちゃダメっていう法律なんです。世界でこんなひどい選挙法はないんです。事前運動はダメ、個別訪問はダメ、そもそも選挙期間なんて日本にしかないんだから。選挙期間っていうのが日本にしかないんです。でここのところの間しか選挙やっちゃダメなんていうのはこの国の法律だけなんです。それぐらい世界で一番不自由な選挙制度なんですね。でこれがその衆議院選挙法に示されたやつを使っていっぱい逮捕したわけで、その時もなんでこんなのでやられちゃうんだっていうことで裁判になってて、その時に選挙運動っていうのに対してこういう判、今のその最高裁判例、その頃はあの文豪になっちゃってるから最高裁では若いですけど、特定の選挙において特定の候補者の当選を得あるいは得さしめるために行う直接および間接のが入ってる、間接の初犯の行為、もろもろの行為、わかります？つまり全部これ選挙運動だって言えちゃうってことなんです。つまり実際上政治活動が禁止されちゃうんです、この法律を。もし厳密にこの判例でやれば、つまりこの判例でやればいつでも誰でも公選法違反でやと捕まえることができるということです。で僕はその抜け穴というと悪いけども、これは判例でしかないんです。で僕がやってきたのは、事前の政治活動で使ってきたのは、このべからず公選法の中で戦前の憲法と変わったことで変わったところが一つあって、やっちゃいけないことばっかり書いてある公選法の中にこれはいいよって書いてある部分がを見つけたんですね。でそれが148条、新聞にはこれは今の憲法のおかげなんだけど、言論の自由、結社の自由、表現の自由っていうのがあるから、新聞は選挙に関して、まあ、特定の選挙の選挙に関して報道をしてもいいですよと。で雑誌も評論をしていいですよってことになっているわけ。そしてこの後で法律変えてそういうふうにするんだけど、201条の15っていうところがあって、そこで政党及び政治団体の機関紙誌はこの新聞に準ずるってことが明確に後で入れたんです。これは自分たちの政治活動をね安心してやるために後で入れたんだけど、あの国会にそういう改正したんだけど、つまり政党や政治団体の機関紙にはその選挙のことを報じていいよと、そして選挙に関して主張や意見を書いていいよっていうことが法律に明記してあるって。そこは選挙期間はないってことですか？選挙期間の中は本番は制限しますって書いてあって、あの選挙事前も一切そのなんです、事前だったら何でも問題ないってことはそこにはっきり書いてある、148条。でも本番だけはここまでこういう制限がありますよっていうふうに組み立てた。 C が貼らないとダメとか、いやそんなことじゃなくて、あの新聞も月何だろう、半年以上前から発行してなきゃいけないとか、から月3回以上かな、発行してなきゃいけないとかとかあって、で場所はこうとかって、まあそれは法律読んでください。148条一項で明確に新聞の選挙報道の自由、選挙報道及び評論の自由というのが148条の一項で明確になってて、で二項以降にその期間中のでもここの制限もありますよってことが書いてある。で僕はこのことを1983年に初めて選挙をやった時に旧自治省の選挙部に確認をしたんです。じゃあこれいいんですかと、政治団体の機関紙だったら制限がないわけだから不定期で無料で、そして、不定期の発行でもこれでいいんですかと、準じるんですかと、からくて OK だったわけ。つまり事前には一切制限がないんですと。新聞記政党政治団体機関紙に関しては月1回であろうが定期であろうが大きさが変わろうが選挙報道の評論の自由はありますということを確認したんです。で86年にもう一回都議選やるときにもそれを確認したんですね。でそれ以来ずっとこの形でほぼ40年近く政治活動をやってきて一度も警告されてたことがなかったんです。だから今回もまさか俺でやられることはないと思ってたんで、あのそういうことを提案して政治団体をまず作って、そこの機関紙であの候補者の紹介だとか政策だとかっていうのを配りましょうっていうことを提案したわけで、それで業者を使うってことにしたんだけど、お金を使ったから業者が。
でも別にそれ政治活動にいくらお金を使ったって何の違法行為でも何でもないわけです。それはどこもやってることであって、だからまさかこれでやられることはないと思ってたのに、いきなりその初めてそれをまあ何十何か所かなで回ったその日にもう全部警察が張ってて、後で見たらね、さて裁判の過程とかで向こうの証拠でいっぱい全部写真で撮って、誰です全部写真撮ってるんですよ、人の会社顔の写真を。つまり完全にその情報を取って張り込んでてやったわけですけど、でそんなのまあ僕は驚きも何もないけど、あのいきなりそれでこれは違反の恐れがあるからやめろってそのすぐ入ってたわけ、配り始めた後で、びっくりして、で責任者がいなかったんで次の日にあのその市民署ってとこから来たんで行ったんだ、どういうことだと、一体何が違反なのか、どこが一体違反の恐れがあるのかって僕は直接行ってやったんですよ、はい、でそしたら反論何もできないわけ、最初は名前と顔がある校舎、予定校舎の名前と顔があるとか、それから不特定多数に配ってるとかっていろいろ言うんだけど、それ何の問題があるのと、見てもらうと政治団体と監視でしょと、148条で認められたんだ、それ知ってるでしょうっていうふうに、まあ、ずっと個別にいち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 反論したの全く何も反論できなくて、ごめんなさい、早めに、はい、すみません、それで、こういう要求をしたわけ、じゃあこれは誰が判断をしたんだ、これが違反の恐れがあるということで、そしたら県警だっていうから、じゃあ県警として具体的に文書で欲しいと、具体的に何が問題でその法的根拠は公正法のどこかということを文書でくださいということを言って帰ったわけ、出したら電話がその人に来て、文書は出せません、でもこれは県警として正式の警告ですっていう、それだけ言って切ってるんですね。それで困ったわけですよ、僕は絶対大丈夫だと思ってるけど、一応警告を出したってことですよ、これね。で、警告を出した、警告を戦後の、僕らが知る限りで、戦後、警告を受けてすぐ辞めた行為が、後で立件、あれで逮捕、起訴されたことって一度もなかったんです。僕ら知る一度もないです。で、だから、まあ、警告来たっていうことは脅しだけど、まあでもこれはもう警告期待上しょうがないからやめようってことで、その日の全体でも中止したんですよ。だから警告をしてすぐやめたことを1ヶ月にも経ってから選挙後に今まで戦後ないです、一件もないです。でそれも法務省紹介つって僕の担当法務大臣やってた人が弁護士から紹介して警察庁にやって答えがなかったんで、今度は国会で質問してもらって出させたけど、向こうはこういう回答、そういう統計は取ってありませんので分かりませんっていうのが回答です。でもないです、調べてたら一件もないですよ。でもそれも破られたんです、今回僕の件で警告をした件を後で、それをやめた件を後で立件をする、これ初めてのことです、うん、そしてチラシじゃなくて後でこれこじつけで、最初の警告の時には一言もなかった、そんなこと一言もなかった、じゃあ何やりたんか後で言うと、その時に配ったアルバイトが校舎の名前を言ってよろしくお願いしますと言って配ったの、このよろしくお願いしますとこのチラシを合わせると選挙運動なんだという、これも僕は過去聞いたことがない、そのチラシを巻くだけはいいんだけども、それをよろしくお願いしますと言って配ったらこれはもう選挙運動として、そうそう、何も言わないで配るのって変ですよね。まあそうだし何らか言いますよね。でだけどそこがね、今回微妙な戦いだったんですよ。で向こうはそれ言えなかったんだけど、その後でその僕が全くそのよろしくお願いしますに関わってない共謀がないということも一の公判の方で明らかになっちゃったわけ、検察側の証人でね、その接待会議で決めたっていうのは当初のシナリオだったわけ、当初のシナリオは僕がその接待会議にその呼びかけ文言よろしくお願いしますということを提案して決めたか、あるいはその指示したか、で最後ギリギリやりしてたのはその誰かその直接その業者に頼んだ人が僕に確認をしたっていう筋書きを書いたわけ、ところが全部その向こう側が出してきたその会議出席者たちが後半の中でそれを全部否定しちゃったわけ、それで仕事力士みたいなことをしてたんだけど、そういうこと事前の DVD を見るとね、取り調べのまあ可視化だったもんだから重大犯罪ってことで、要するに後半で全部それがひっくり返っちゃったけど、向こうのシナリオが、それで今度はそれを出そうとしたわけ、チラシそのものが違反だっていうことを二審でいきなり出してきました、検察側の何て言うんだっけ、
最初に、なんていうのか、最初に出してきた、僕らがあのこういう主張をするのかって、急釈明をしたわけ、検察に対して、こういう主張でいいんですかということを。そしたらね、撤回したわけ、その主張を、そのチラシそのものに。それはなんで、ここで改めて、山本太郎君のところで、自治省、今の自治省を呼んで、過去の自治省の見解と変わったのかということをあれしたら変わってないんです。今も自治省は同じ見解なんですよ、今自治省や総務省が、選挙部が。ということが背景にあったと思いますから、結局、二審も、そのよろしくお願いしますを追認したわけ。で、もう一つの問題がこれです、だから、未必の故意による目次的共謀という、日本の過去裁判史上、ね、例のない共謀の認定をしたんです。未必の故意、難しい法律用語ですけど、要するに明確な故意がない、範囲がないんです、犯行の意思がない、犯罪だということは分かんない。で、目次的共謀、黙って示す。かつて、目くばせでも共謀という名言がありましたけど、これ、目くばせもありません。何の共謀、合意、あるいはその計画、全くないんです。で、それはほぼ証拠で証明されたわけです。で、彼らはその会議録まで消したんですよ。証拠まで開示しようって出てこないんです。パソコンを押収してるのに。この議事録、この日の議事録ないんです。もう一つ、もう一日、僕はその警察署に行って、反論を向こうにさしたその日の議事録、それの報告があった日の議事録、この2つの議事録だけが消えてるんです。出てこないんです。文科省といい、都合のいい時に資料がなくなるんですね。これが今回のこの裁判の顛末です。でもこれ、斉藤さんがこれから最高裁で戦われるわけですけど、うん、こういったことを有罪ということを認めさせてしまうということは、うん、斉藤さんだけの問題ではなく、今後名前入り の、選挙の事前の社会、それはない、それはだからも撤回した。それは撤回、でもよろしくお願いしますと言いながらチラシを配ることができなくなっちゃうってことじゃないですか。そうです、ならよろしくお願いしますって言わなきゃいいってだけの話だけど。ただそれで、こんにちは、こんにちは、いや、それを口実に重たい刑をつけたわけさ、うん、つまり利益誘導、これ買収の一形態なんだよね。でもこれが慈善運動に引っかかるってことでなければ、この業者に頼んだからといって利益誘導買収は成立しないわけです。だから本当に無理を無理を重ねてここまでやってんですよ、すでに。でもそれがどこから始まったかというと、選挙をさせない、政治活動をさせないっていうところまですでに来てるんですよっていう。それが僕の選挙権限の前でこの時に初めて起こりました。去年の参院選の直前のこの判決、そしてその前の安保国会の直前に僕は2ヶ月だから入れられるんですね。で、山城さんと一緒で、僕はだから普通は23日で出れるのに1週間遅れた上に夜中になって釈放だったんです。理由は簡単、検事が準抗告までやってとにかく釈放するなって言ったんです。まあそれでも他の人たちみんな釈放して、俺だけ釈放しないってわけにいかないしっていうのもあったんでしょうけど、まあ釈放されたんで商品の交流は逃れましたけど、もう選挙をやらせね、だから下手すりゃあのままの参院選まで僕の中だったかもしれない、山城さんと同じことにされたかもしれない。つまりもう選挙干渉、昭和初年の事態が今起こってるんですよっていうことを言いたいわ。まさにこの共謀罪がなぜ現代の治安維持法か、もっと言えばはるかに治安維持法を超える、昔あんなシステムありませんからね。ただまあ斉藤さんの場合は共謀罪がまだ施行されてない、うん、7月11日、まあしあさってですからね、施行される、つまり共謀罪が施行されてない段階においてもすでに共謀罪が適用されてしまっているっていう、あれ、うん、事実上の共謀罪のような、でこういうことはもういっぱいあったんです。だから密室の故意による目視的共謀はすでにか初めてだけど、目視的共謀っていうのが最初に出てきてもうほとんどないんですけど、昔の山口組の抗争事件、今のと違う一和会っていう分裂抗争事件があって、この時にその本家の方の幹部を逮捕するためにやったのがスワット事件っていう有名な事件があって、ごめんなさい、それで目視的共謀ってのすでにやられてるんです。何にもなくてもすでに共謀共同正犯っていうのはそれぐらい拡大解釈されて、そういう武器は持ってる上に、今回の共謀罪は目をつけた人間じゃなくて
もう全国民を対象にして日常的なほぼパーフェクトな監視体制ができた上での共謀罪だということをぜひ皆さん知ってほしい。一般人こそが対象なんですよって、僕らみたいなのはもう前からこういう状態に置かれてますいつでもやられてる、僕はやろうと思うよ、僕だけじゃない、大物だってみんなやられてきたんだから、小沢さんしかり田中角栄しかり、村木さんの事件なんて完全なでっち上げだ、検察が証拠の捏造から何からやったわけじゃないですか。今回もすでにやられてますもんね、斉藤さんもね、そう、共謀罪以前に。だからそこはね、一番皆さんに知ってほしい。それぐらい、ちなみにその目次的共謀の最初の事件がこの間 JRP で撮影した聴導員大学総裁があの弁護団を作って戦っていた事件だっていうことが分かって、でこの斉藤さんの事件およびその目次的共謀最初の事件については40分ほどの対談番組が多分昨日ぐらいにアップされてると思うんですよね、 JRP さんの方で。それも合わせてご覧いただけるとより深くこの静岡の事件のこともかなり細かく斉藤さん話してくださってるので、今日のこの動画とセットでご覧ください。あと2分ぐらいだからまとめを、はい、最後の話に戻ったり、今アメリカでさえ勝ってない状況が生まれてますよ。で日本もそうですよ。で少なくとも選挙にずっと待ってるって僕の目から見ると本当に暗く見えるかもしれないけど、逆で本当に今アメリカとの関係も含めてこの国を本当に戦後最大の改革をできる、変えられるチャンスが今僕たちの前にありますよということが、もう僕は今一番伝えたいことですね。で僕は次の選挙に抱えてないかもしれないのでぜひ皆さん、ぜひ最高裁勝ってもらった、いやそれは無理ですただなぜ僕たちこれをやってるかというと、ここをはっきりさせたいんです。彼らこの三つの声による目的競合を歴史に書きますかってことです、うん、ここまでやっちゃうんですか、最高裁判例としてやるんですかということと、もう一つはその最高裁の33年の判例は完璧な違憲だから判例変更を要求するっていう、そういう裁判をやってます、うん、この共謀罪に反対をするだけじゃなくて、私すごく必要だなと思うのは、向こうはじゃあこの網の目で毎日監視していると、一人一人監視していると、じゃあ私たち監視されるだけでいいんですかっていうことで、逆にそのネットワークを使って横に広げるっていうことを今急速にやらなきゃいけないと思うんですよ。それでですね、私これから何やろうかと、まず皆さんに、あ、ベーシックインカムの映画もおかげさまでレディー4を達成しまして、来週はハワイ州での初めてのベーシックインカム州法が入ったということを取材してきて映画も完成するんですが、さらに大きく出まして、これはですね、中国の北京国際映画祭に行ったレポートなんですけれども、ユーラシア国際映画祭というのをこれから東京オリンピックの前に向けてやろうと思ってるんですよ。実はそういった横のつながり、やれ原発やれ、やれ武器売るやら、やれグローバル資本が種潰すやらではつながってるんだけど、もっと有機的な人間的な文化的なことではつながれてないんですよ。でフォーマット一つにしたって違うんですよ。でもそこをちゃんとつなげるようなことを今ユーラシアの120カ国と一緒に、都民ファーストとだってやりますよ、自民党とだってやりますよ、いろんな政党も巻き込みますよ、で大企業も巻き込みますよ。でできたら私あの一番いいカメラでやりたいんだけれども、これあのユーラシア映画祭とかやります。よかったらこのレポートタイムズの、今日持ってきたのにあります。これ500円です。あとですね、横田基地の空をなんとかしなきゃいけないって、日米あのスノーデンもいた横田基地にオスプレイがもうすぐ来ちゃうかもしれないよっていうことで、地元の仲間と DVD 作りまして、これも今日500円で持ってきてるんですけど、最後アピールになりましたが、やっぱねここでシュンとしてちゃダメなんですよ。もしね、斉藤さん負けるって自分で言わないでください。最後まで周りもサポートしますし、もし負けたとしても騒いで負けなきゃダメですよ。騒いでじゃないですかということで、山城さんみたいにも人権委員会に乗り込んでくださいよ。あ、ね、人はそれぞれ役割があって、で僕は全然あのおとなしくしてないんで、火曜日お祭りやります。ぜひ皆さんよかったら来てください。新宿で、4時からですね、午後4時から、はい、夜をあの本当にお祭りをしたいと思ってます。共謀祭、共謀祭です、はい、大阪でもなんか同じのをやるらしいですね。いろんな人がやってくれればいいです。まあ最初にやったらこれ3回目なんです、東京の新宿西口の共謀祭は、
で、僕が今回やりたいなと思ってるのは、成立前よりも成立後の方が人がたくさん集まってみんなにぎやかだねっていうことに施工日ですから、ぜひそれを目に見える形で全国に発信したいなということで、午後7時11分には全国一斉に、一人でもいいですから共謀罪なんて認めないよ、みんなでね、社類共謀っていうことをですねあのもっともっとあのやりましょうっていうことをあのぜひやりたいと思ってますので、あのよかったらぜひ皆さん来てください。施工日やりましょう、はい、みんなで共謀しましょう。ミシンに参加したことです、共謀した。ありがとうございました。すいません、一人で来ちゃって。斉藤さんは伊藤和子さんとは繋がってるんですか？知らない。え、今度紹介しますよ。やっぱりあの、まあ、最後締めるあの、まあ、今ね、まさに民主主義緊急事態で、まさにそういう監視体制、全国民が監視できる徹底的なプライバシーも何もないようなね、監視体制が作られてしまったわけですけども、逆にじゃあなんでそんなことをやるのかというと、それだけ権力が市民を恐れ始めてるってことです。やはりあのインターネットの情報革命含めて、どんどんいろんな真実が暴露されてきて、なんか今まで権力にいた人たちが、あ、自分たちがやってきたさまざまな悪事がバレ始めてると。でそれに対して市民を本当に恐れるようになってきたんで、そこまでこう急速に、いろんな網の目をね、がんじがらめにして市民を縛ろうとしてる。だから、まあ、この間ベンジャミンさんも言ってましたけど、ソ連が崩壊する前とかっていう似たような状況で、だからこういろいろこう強権的なことを危機になるからやるんだけども、それは危機の表れであってチャンスでもある。民主主義緊急事態であると同時に民主主義を、ね、本当に実現するためのチャンスなんで、皆さんぜひですね、あの萎縮しないで、逆にチャンスだと。そうです、東ドイツが壊れてドイツ統一になる時にも似てるね。そうそう、そういう状況になってるんです、ね、まさにそうです。ということで、ね、はい、アメリカの州でさ、ベーシックインカムが法律になるってのはすごいことですよ。すごいことですよ。これ本当にすごいことですよ。アメリカではかなりニュースがあって、はい、で、あの現地でそのベーシックインカム あの中心的なリーダーである、チェリス、州議会議員さんにもインタビューをしたり、あとそれもトランプがひどすぎたから始まったってことなんです。なぜかというと、もうパリ協定にアメリカがいくら離脱するって言っても、ハワイ州はパリ協定に参加しますっていう宣言をして、それとセットの法律なんですよ。はい、じゃあ、危機はチャンスということで、はい、あの皆さん頑張っていきましょう。ピンチはチャンス、ピンチはチャンス、はい。はい、あの会場に来てくださっている皆さんに、撮影のお願いです。そこで出て30分間外で撮影して、逮捕される役やってもいい方は出てください。で5時半からは、刑事があの電話をかけるシーンをやるので、ちょっと見学したいなっていう方は、飲み物自腹なんですけれども、ぜひそっちの部屋も参加していただいて、あのスタッフとして働いていただいても嬉しく思います。どうもありがとうございました。はい、どうも。ちなみにこのドラマ11日のデモで初めて公開する予定なので、ぜひ楽しみに。最後にアンケートを書いて、出してください。はい、あ